セルビアの民族衣装を着た、ユーリアの肖像フニャギ・ユーリアは、ハンガリーの貴族女性。セルビア公、ミハイロ・オブレノビッチ三世の日、フニャギ・フェレンツ伯爵とその妻の伯爵令女、ユーリア自治の間の、第四個、長女として生まれた。おじのフニャギ・ヨージェフ伯爵は、オーストリア皇后、エリーザベトの最初の自従長だった。1853年8月1日に、 ウィーンにおいて亡命中の元セルビア公、ミハイロ・オブレノビッチ3世と結婚した。1860年、福井していたギフ・ミロシ・オブレノビッチ1世が死ぬと、夫が再びセルビア公くら位を継承したためユーリアも皇妃となった。彼女はカトリック信徒だったことやハンガリー出身だったことから、セルビア国民の間では人気がなかった。 ミハイロ公は忠実な夫とは言えず、少なくとも死生児を一人設けていた。夫は、重子、アンカ・コンスタンティノビッチ・プジンの娘、カタリナを愛人にしており、アンカとカタリナの母子は、ミハイロに壊れて、皇爵宮殿に同居していた。ユーリアに、子供ができないことから、カタリナは、ミハイロの性質になることを望み、ミハイロも離婚を考えていたが、もし離婚に踏み切れば、 国民の怒りを招くことが予想された。1867年、聖望ある首相イリアガラ社人が、ミハイロ公に離婚及び、カタリナとの再婚を思いとどまるよう忠告したことが、原因で罷免された。カタリナは大っぴらに、皇妃ユーリアを侮辱し、ミハイロ公とのジョージをこれ見よがしに見せつけることで、ユーリアの名誉を傷つけた。皇妃は、 アーレンベルク公子カールと不倫関係になることで、夫とその上婦に報復した。1868年6月10日、ミハイロ公は、上婦カタリナとその母アンカを連れ、ベオグラード郊外のゲの夏の離宮にほど近い、コシトニャク公園を散策していたところ、暗殺者に銃撃され、アンカと共に死亡した。ミハイロの14歳の、ジュ・オイミラン公子が後を継いだ。 未亡人となったユーリアは1876年1月16日、ポジョニ郊外、イバンカにおいて、長年の愛人だったカール公使と再婚した。ありがとうございます。